こんにちは、ウェビーです。今日はグンゼのストッキングのご紹介です。1両超ハイゲージストッキング、雑器タイプ、サイズは M から L、 色はナチュラルベージュです。こちらの商品は極薄 SCY 雑器です。まるで履いていないような着用感と透明感で肌を優しく包み込み、自然で美しい足を演出してくれるストッキングです。そもそもストッキングには雑器と後編という編み方があります。後編はサポート糸とナイロン糸の交互編みで編み上げられており、雑器よりも伸縮性はないですが、素肌のような透明感があります。雑器とはほぼすべてをサポート糸で編み上げており、後編より伸縮性があり柔らかい履き心地です。また後編よりも透明感が高くないのが特徴です。好き嫌いには個人差があるとは思いますが、私はどちらかというと雑器タイプの方が好きです。脱線しましたが、ここで本題に戻ります。その他にはソフトフィットウエストバンドとサブバンドがあり、ウエストにゴムが食い込みにくい作りになっています。大きめな面待ち、フラットシーム調、つま先補強、足型セット、穴が開いても伝染しにくい加工、前後識別タグがあります。では履いてみます。感想は後ほど。私の履いた感想です。触り心地が柔らかく、ふわっとした生地感がずっと履いていたいと思わせてくれます。またウエストバンド部分の生地がよりソフトで、伸びも良くて締め付けが全くないので苦しくもありません。フィット感も良くて動きやすいですし、足もとても綺麗に見えますよね。繊細な作りですので糸がとても細いです。そのため伝染がしやすいのかなと少し心配はあります。パッケージのデザインに品があり、とても私好みでしたので、ストッキング売り場で見てすぐに購入してしまったのですが、実際履いてみてもとっても満足できる商品でした。